勢がありますね、はい、小さく抱え込んだ姿勢、それから屈伸の姿勢、ジャックナイフですね、はい、それから体を伸ばした伸身の姿勢、ですから体がこの大きく伸びていけばいくほど運動上難しくなるんですね。ですから難度が格上げ されていくということになります。さあ先ほどの外村は屈伸のクエルボでした。得点は 9.50。 そして今度のこの山脇はこの人は伸身でやりますね。はい、屈伸から伸身に見せていきますね。現在持ち点トップ、3種目目終わったところでもトップです。山脇恭司伸身、あっと着地右足がささっと後ろに流れてしまいました。本人苦笑い。はい、やはりクエルボで屈伸になった場合の回転効率と体を伸ばすというのは本当に回転がするのが難しいんですよね、はい、それだけに助走のスピードとこの両手の突きの強さ、この辺が評価されるところでしょうね。ちょっと着地が惜しかったですけどね。このくらいの足の後ろ流れて減点どのくらいですか。そうですね、 0.2 から 0.3 ぐらいでしょうね。小さく一歩で 0.1 ですね。消化室よりももう中華室的でしょうね。 0.2 から 0.3 まで減点されるかもしれません。そうですか。そうするとこの4種目目でトップ争いがちょっと微妙になってくるかもしれません。はい、やはり跳馬という種目はいかに空間に高くですね、いい姿勢で着地をピタッと決めるかどうかですね。はい、モントリオールの世界選手権の代表、ロサンゼルスオリンピックでは釣り輪で非常にいい演技を見せました。ビッグタイトル NHK 杯は55年福井の大会、それから全日本、この全日本では2年前の58年奈良の大会で